今回の任務は存外難儀したな。慣れない顔ぶれで臨んだのが響いたか。いや、情報よりも敵が強大だった。事前の偵察は徹底してもらわなければ困るな。ユーステス、さっきから何を読んでいる？神妙な顔つきだな。それは何だ？広告のようだ。ハローランドのな。ハローランド？そこの部屋の隅にあった。他の乗客が落としたものかもしれない。ハローランド？聞いたことがあるな。どこかからやってきた正体不明の者たちを領主が快く受け入れたとか。ちょうどこの船が止まるようだ。行ってみるか。うん、興味がないではないが、帰還が遅れてはな。偵察しておいて損することはない。徹底すべきなのだろう。貴様、話を聞いていたなら相槌くらい打て。急ぎ帰る理由もない。どのようなところなのか見ておこう。ここがハローランドか。お？へへ、今度こそ骨のありそうな奴らが来たぜ。あの三人も相当やるな。面白い勝負ができそうだ。さあ、もっと奥へ来いよ。おいら、うずうずしてんだからよ。なんだ、ここは。見たこともない街並みが広がっているな。おい、あれを見ろ。見知った顔だ。随分楽しそうだな。なんだ、彼らの周りにいる小さな者たちは一体。うん？こんにちは。ハローランドへようこそ。お前は？僕、プリン。みんなでここに住んでるんだ。趣味は靴集め。プリンというのか。来てくれて嬉しいな。よろしくね。なるほどな。わかる。何がわかるんだ。犬のお尻は可愛いと思っていた。同じようにプリンの印も可愛い。わかってくれ。わかった。これは一体どういうことだ。この二人の会話とは思えん。俺はユーステスという。こっちはバザラガとイルザだ。よろしく頼む。よろしくね。私まで世界観に引きずり込まれるところだった。気を引き締めねば。二人とも調査目的ということを忘れるな。緩んだ顔を戻せ。いいぞ姉ちゃん、その調子だ。そしてオイラと戦え。よし、イルザの言う通りハローランドを調査する。プリンと一緒にな。ユーステス、お前、頭に。あ、僕の耳だ。ああ、
プリンとお揃いだ。どうだ、似合っているか。とっても似合ってるよ。ユーステス、どこでそれを手に入れた？そこの売店だ。お前まで買う気か、鎧チキン。プリン、お前にプレゼントがあるんだ。もしよければだが、これを。え、なになに？これを着ればいいの？友達も着替えてて羨ましかったんだ。かっこいい？ああ、かっこいいぞ。あ、プリン君も着替えてる。とっても似合ってるわ。皆さん、ハローランドへようこそ。おや、お三方ではないか。これは奇遇じゃの。みんなの知ってる人？うん、私たちの仲間かな。へえ、全空クロミカ計画に参加させてあげてもいいよ。すっかり楽しんでるようだね。いらっしゃい。かわいいが押し寄せてくる。ねえ、イルザさんはハローランド楽しくない？え、僕たち嫌われてるのかな。え、そうなの？何か嫌われることしちゃったかな。あらあら、ごめんなさい。違う、誤解だ。嫌うだなんて、そんなことは決して。素直になれ、イルザ。体に毒だぞ。頑張れ、姉ちゃん。イルザさん。何を悩むことがある？正気を保って、戦意を失うんじゃねえ。イルザさん。やめてくれ、そんなつぶらな目で私を見つめないでくれ。みんな、ハローランドへようこそ。あ、キティちゃんだ。どこに行ってたの？今日は見てなかったけど。誰かに呼ばれて地下室に入ったら出られなくなっちゃったの。そこをハンギョドンが助けてくれて。無事でよかった。しまった。キティちゃんを人質にして誘い出して強敵と戦うはずが、もう救い出されちまった。ちくしょう、あいつらメロメロでオイラの話聞きゃしねえし。アニュー、あちらがキティちゃんですか？そうだ、あそこにいるのがキティちゃんだ。だがその前に、ハンギョドンよ。あ、はい。どうしたんですか、アグロバルさん。勇気ある働き、見事だった。キティちゃんを救ったお前の行動は英雄そのものだろう。わあ、英雄ってヒーローってことだよ。すごいや、ハンギョドン。そんな、僕はちょっとドアを開けただけで。照れてるわ。ありがとう、ハンギョドン。な、何のほほんとしてやがる。キティちゃんを閉じ込めたのはオイラなんだぜ。
どうだ、オイラを退治しなくていいのか。なんだ、また誰か現れたのか。こんにちは、私キティ、よろしくね。かわいすぎる。勝負あったな。ああ、イルジャさんっていうの。ハローランドを楽しんでいってね。ああ、ぜひそうさせてもらおう。なんてこった、ついにあの姉ちゃんまで。お前はハンギョドンというのか。人知れず友を助けに向かうその姿勢、実に見事だな。そんなことないです。僕にできることなんてこれくらいで。でもキティちゃんが無事で本当に良かった。かわいい。気に入ったぞ、ハンギョドン。では俺はこれをつけようか。ああ、僕とお揃い、嬉しい。似合っている。お前こそ。何を言っているんだお前たちは。イルザさんもとっても似合ってる。様になっているなら何よりだ。なんというか、そこの二人を含め素体が少々武骨すぎかと思っていたが。そんなことないわ。可愛いに年齢や性別なんて関係ないんだから。だからいっぱい楽しもう。キーちゃん、そうだな、こういった息抜きも悪くはない。君と一緒に楽しませてもらうよ。やったー。誰かオイラと戦ってくれよ。オイラすげえ鍛えたんだぜ。この日のためにずっとかかってこいよ。